俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。そうじゃないだろ。俺に勝つのは100年早く。全身に力がみなぎる。これは明日を紡ぐ力。本気出しちまったな。
リベンジなら受けて立つぜ。
が何とでも感じるの。鈍感は余計っていうか、リタもこりゃ、なんかあんな。ユリもエステルも平気です。無理することもねえだろう。休憩して様子見すっぞ。一体何なのかしら、ここに来てから急に。こんな時に魔物に襲われたら大変だね。そういうこと言ってると本当にやってくんぜ。あ、ユーリ、行き倒れになんなら人の多い町の中にしといてくれ。俺面倒見きれないからな。はい、ありがとう。まだ大丈夫です。これエアルだ。え、エアルって目に見えるの？濃度が上がるとね。そういや前にエステルが言ってたな、濃いエアルは体に悪いって。はい、濃度の高いエアルは時として人体に悪影響を及ぼす。クオイの森でもぶっ倒れたからな。そんなことが。こりゃ引き返すかな。でも傭兵団がいるかまだ確かめていませんよ。いや、まあそうなんだけど。行きましょう。このブラスティアがドアと連動してるみたいね。どうやって開けるの？ご丁寧にパスワードを入力しなきゃダメみたい。壊しちまった方が早くね。無理に解体するのは危険よ。開かなくなるかもしれないし。あ、なんかここに何か文字を。そういえば変な紙拾わなかった？そういえば何か、かパスワードのヒントか何かでしょうか。こりゃちょいと頭ひねんなきゃいけないかもな。浮いてる。あのブラスティアの仕業みたいだな。多分この異常も。あれ、エフミドやカプアノールの子に似てる。壊れてるのかな。ブラスティアが壊れたらエアル供給の機能は止まるの。こんな風には絶対ならない。じゃあ一体。わからない。あの子何をしてるの？これ、ま、魔物を。病人は休んどけ。ここに医者はいねえぞ。え、でも、結界が破れるぞ。大丈夫、あれは逆結界だから。逆結界？魔物を閉じ込めるための強力な結界よ。簡単には出てこられないわ。でも何このエアルの量、異常だ。こりゃやばいかな。なんか消えそう。リタ、待っててね。今すぐ直してあげる。俺様たちの優しい忠告を無視したのはどこのどいつだ。悪いな、こっちにはおとなしく忠告聞くような優しい人間はいねえんだ。なるほど。で、なんだ首に。エアルに酔ってるのか。そっちはかなり濃いようだね。ちょうどいい、そのままおとなしくしていよう。こちらの用事はこのケダモノだけだ。大口叩いたからにはペットは最後まで面倒見ろよ。
途中で捨てられると迷惑だ。何？またあいつ。まず俺を倒せってことらしいぜ。面白いじゃねえか。ほら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 。こんな魔物は初めてです。結局ペットの面倒みんなは保護者に回ってくる。私も戦います。ゾリ、わかりました。堅牢なる守護バニア、待たせたわね。まずいな。聖なる活力、ここへファーストエイド。わかりました。刃に宿る、はい、さらなる力へ、シャープです。わかりました。刃に宿る、さらなる力へ、シャープです。わかりました。揺らめく高い聖なる猛追、ファイヤーブー。わかりました。聖なる活力、ここへファーストエイド。揺らめき炎、もうつい、ファイヤーボール。揺らめき炎、もうつい、ファイヤーボール。揺らめき炎、もうつい、ファイヤーボール。聖なる揺らめき炎、ここをつい、ファイヤーボール。揺らめき炎、もうつい、ファイヤーボール。聖なる活力、揺らめき炎、もうつい、ファイヤーボール。ここへファーストエイド。聖なる活力、ここへファーストエイド。わかりました。刃に宿れ、さらなる力へ、シャーブです。聖なる活力、ここへファーストエイド。揺らめく炎、もうついファイヤーボール。着火発見。ゾリ、
まずいな。刃に宿り、さらなる力へ。シャープです。なるんだぜ、聖なる活力。食らっちまった。もう一回来るわよ。聖なる活力、ほら、やった。ここへバーストエイジ。なるんだぜ、聖なる活力。ここへバーストエイジ。ソウリュウリンだ。それなんてでけえ魔物。あれ、ガキンチョは、一歩前進ってな。力が湧いてきました。あ、いいんじゃないの。カロルは？すべての魔物はな、俺様に殴られるために生まれてきたんじゃ。師匠、危険です。屋上の獲物を前に命が惜しくて逃げ出せるか。
かあればすぐにそう。いつもいつも一人で逃げ出して。違うよ。何が違うの？だからハルルの時は。今はハルルのことは言ってない。やましいことがないのならさっさと仲間のところに戻ればいいじゃない。だからそれは私に説明しなくていい。する相手は別にいるでしょ。みんな、カロル、無事でよかったです。まったくよ、どこ行ってたんだか。こっちは大変だったのに。ごめんなさい。ま、怪我もないみたいで何よりだ。もう、行くから。あ、待て。自分が何をしたのか、ちゃんと考えるのね。じゃないともう知らないから。ちょっとやめ。行こうぜカロル、もう疲れた。ユリ、しかしとんだお外れね。ブラッド・アライアンスなんていないし。本当に、やっぱあのおっさんの情報は次から注意しないとな。おっさんってまさか。そう。あの次は顔見た瞬間に焼いてやる。穏便にね、穏便に行きましょう。僕だって置いていくぞ。すぐ行く。エアルってただブラスティアを動かすための便利なものじゃないんだね。これだから素人は。エアルはこの世のあらゆるものに影響を与えるのよ。人の生命活動や生物の成長、それから天候にだって。ならラゴーの屋敷にあった天候を操るブラスティアはエアルに干渉してたってことです？そういうことになるわね。で、今はエアルが俺らの体に干渉してるってことだな。我慢できる程度だけど、このまま濃いエアルの中にいて平気なの？あんまり長くいない方がいいわ。特に成長途中のあんたみたいなガキンチョはね、エアルの影響が強く出るから。なるほど、そういう理屈か。ようやく見つけたよ、グミンども。そこで泊まりな。わざわざ海まで渡って、暇な下っ端どもだな。君に下っ端呼ばわりされる筋合いはないね。さあ、姫様、こっちだ。え？え、姫様って誰？姫様は姫様だろ、そこの目の前のな。え、ユーリ、どうしてそれを。え、エステルが姫様。やっぱりね、そうじゃないかと思ってた。え、リタも。ちょっとそんな。彼らをどうするのですか。決まってます。姫様誘拐の罪で八つ裂きです。待ってください、私は誘拐されたのではない。ああ、うるさい姫様だね。こっちに来てくださいよ。エステル、そっちのハエはそこで死んじゃう。ユーリ・ローウェルとその一味を罪人として捕獲せよ。貴様ら、シバン隊。待ちなよ、こいつは僕の見つけた獲物だ。むざむざ渡さんぞ。獲物ですか。任務を仮気分でやられては困りますな。それに先ほど死ねと聞こえたのですが。そうだよ、犯罪者に死の咎を与えて何が悪い。
犯罪者は捕まえて法の下で裁くべきでは。そんな小物、お前らにくれてやるよ。シュヴァーンといい、フレンといい、貴族でもなく成り上がりのくせに偉そう。これというのも。ささ、どうぞ、姫様はこちらへ。ああ、お足元にお気をつけて。あの、私…こちらへどうぞ。こやつらをシュヴァーン隊長の名のもとに。ユーリー一味、おとなしくお縄を頂戴するである。一味って何よ、何すんのよ。話せ、私を誰だと。僕だって何もやってないのに。彼らに乱暴しないでください。エステル、心配しな。ユーリー、いいからキリキリ歩くのである。いて、ちょっと引っ張るなよ。シュヴァーン隊長、不届き者をヘリオードへ連行します。全員出発。続けて18番目の罪状を確認する。はい、どうぞ。滞納された税の徴収に来た騎士を川に落としたのは間違いないな。そんなこともあったな。あれ、デコだっけ。そうだ、おかげで私は風邪をひいて3日間寝込んだのである。で、あといくつあんの。飽きてきたんだけど。僕はどうなっちゃうんだろう。反省の色はなしと。あ、そういや、お前らんとこの何もしない隊長はどうした。シュヴァーンつったっけ。偉いからってサボりでしょ。我らが隊長を愚弄するか。シュヴァーン隊長は10年前のあの対戦を戦い抜いた英傑だぞ。まあ、私らなんて小物どうでもいいってことね。次の罪状確認はするのである。あ、アレクセイ騎士団長閣か。どうしてこんなところに。アレクセイ、なんで。エステリーゼ様、ヨーデル様、両殿下のお計らいで君の罪は全て赦免された。なんですと。こいつは帝都の平和を乱す凶悪な犯罪者で。ヨーデル様の救出並びにエステリーゼ様の護衛騎士団として礼を言おう。こちらを。そんなもんいらねえよ。騎士団のためにやったんじゃない。そうか。それよりエステルだが。先ほど帝都に戻る旨ご承諾いただいた。あ、でもお姫様なら仕方ないか。姫様には宿でお待ちいただいている。顔を見せてあげてほしい。それにしてもエステルがお姫様だなんて、僕びっくりだよ。騎士のフレンと知り合いだし、育ちはいいわで、何かあるとは思ってたけどな。あんたは気づいてたんでしょうが。さてな。どうしよう、僕なんか失礼なことをしてなかったかな。まず言葉遣いがなってなかったな。
不敬罪でカロル先生は打ち首と。短い付き合いだったけど楽しかったぜ。ユーリの方がよっぽど無礼だったじゃん。じゃあ二人とも打ち首だ。そんなバカっぽい。エステル、帰っちゃうんだね。あんた、これでいいの？選ぶのは俺じゃないだろ。そりゃそうだけど。それより、ここはどこ？新興都市ヘリオードだよ。位置的にはドリーム港とダングレストって町の間だね。まだ作られて間もない新しい町なんだ。この道を東に行けば、さっき言ったカルボクラム。西に抜けて西北方向に行くとダングレストだよ。少し街の中も見て回るか。私は好きにさせてもらう。僕はどうしようかな。なんだご両人、やっぱいたのかよ。ユーリ、殿下に対して少し口の利き方が失礼だ。せっかくご厚意で君の罪を全部白紙にしてくださったのに。いいんですよ、フレン。私とエステリーゼで勝手にやったことですから。エステリーゼ様のことはもう聞いてるみたいだな。ああ。ユーリと一緒にいる方がエステリーゼ様のためになると思ったんだが。皇族がむやみに出歩くものではありませんからね。それ、あんたが言っても説得力ねえよ。面目ない。けど、特に今は皇族の問題を表沙汰にする時期ではありません。その問題ってのは、あんたと姫様、どっちが次期皇帝かってことだよ。今は意見が二つに分かれ、騎士団と評議会で揉めています。殿下、ここまで分かっていて今さら隠せるものでもないよ。騎士団は私を次の皇帝にと押してくれています。エステリーゼは評議会の後ろ盾を受けています。本当にお姫様なんだな。ええ、当園ではありますが、エステリーゼは間違いなく皇族です。そりゃ騎士団も大変だな。競争相手とはいえ、お姫様の身辺警護に手を抜くわけにもいかねえし。ユリ、これは俺の知り合いにこんな情報欲しがる変人いねえよ。じゃ、俺このまま宿屋で休んでくっから。
待つのである。なんだデコボコじゃねえか。デコボコ言うな。まだなんか用か。いくらヨーデル殿下直々の恩赦でも、貴様が罪を犯した事実、それは騎士団の正義として見逃しがたい。ユーリ・ローウェル、ここで我々と正々堂、我々に勝てば貴様の無罪。むちゃくちゃ言ってんな。いつからお前ら人の罪の有無決められるほど偉くなったんだ。いざ勝負を。勝負だ。それでお前らの気が済むんなら相手してやんよ。いい覚悟だ。これでお前の自由、我々騎士団究極の戦闘術。また勝手に盗んで。騎士団のもんじゃねえっての。黙れである。バーストアーツか。知らないのか、バカめ。我々が見せてやるでよ。だがそれを見る前に、お前は地面に這いつくばるダメム。ふにゃっ、うーである。オーバーリミッツとなんか関係あんのか。最近見せてやれ、アデコール。見るである。騎士団奥義。当たってないではないか。何をやってるの。なるほど、奥義から連携して出すのがバーストアーツか。真似すっかね。素人がそんな簡単にできるわけがないのである。ここでオーバーリミット飛ばしていきますか。だは、気をつけろ。ユーリー・ローウェルのやつ来てるぞ。王子ナイクト。腹くくれよ、ローメスカ。今日はこのくらいで勘弁してやる。バーストアーチ。余計なことである。せいやなのだ。でや、オーリュウリンガザン、パラクくれ、ソーリュウリンガ、ソーリュウリンガザン、ソーリュウ、ソーリュウ、オーリャ、騎士団奥義。よいしょ。そうだ、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 ソーリュウレンガ。怖いのだ。先手なのだ。フッカンオーギ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 フッカン。そうだ、そりゃ、そうだ、そうだ、ヘア。よっと、そうだ、そうだ、人必殺、そうだ、人ヘア、そうだ、人ヘア、そうだ、人必殺、
大波人そうだよっと騎士団奥義よいしょ神殿であるよっとそうだビアーラス大波人必殺うんそうだ騎士団奥義よっと総破人だよいしょだだだだだだうわぁ主人権である総破人よっとよっとよっとこれはまずいのであるよいしょ、大波人ヘアそうだそりゃそうだよっとマクサイジーだこれはまずいのであるフッ人間であるそうなんだバックはなのである必殺フッフッそりゃフッ交流連絡痛いのだ。よいしょ。そうだ。総流連だ。痛いのだ。必殺。痛いのだ。先手を取るのだ。よっと。そうだ。余裕深夜なのだ旋風槽なのだよっとそりゃとうよっと飛ばしていきますか痛いのだもう許しないのだ総流レンガ弾腹くくれよクロアメスカ痛いのだもう許しないのだ総流レンガ痛いのだそうだそりゃそうだ余裕そうだそりゃ余裕総流連だ怖いのだ余裕必殺余裕問題ないのだ多分よっとそうだ。リベンジなら受けて立つぜ。やれやれ。寝る前に飛んだ準備運動だぜ。とっとと宿屋へ行くか。